スティーブン・ジョセフ・ハーパーはカナダの政治家。第28代カナダ首相。オンタリオ州トロント、アルバータ州カルガリー出身。3人兄弟の長男としてトロントに生まれる。父親のジョセフはエクソン・モービル系石油会社インペリアル・オイルに勤務する会計士であった。トロント大学へ進学したが2ヶ月で中途退学し、 父親の勤めるインペリアルオイル社のメール室で勤務する。その後同社のコンピューター部門へ移動する。大学へ戻り、カルガリー大学へ進学。カルガリー大学で経済学を専攻し卒業する。その後大学院へ進学し、1993年にカルガリー大学大学院で経済学修士号を取得する。ハーパーは改革党に創設時から参加したが、 マニング党首と対立して、会議員を辞職し、一時政界を去って、圧力団体全国市民連合の代表となった。2002年にストックウェルデの公認として、カナダ同盟の党首に就任して国政に復帰し、2003年には、カナダ進歩保守党のピーター・マッケイと、カナダ同盟と進歩保守党が合併し、カナダ保守党を結成することで合意。2004年3月に、 この新しい党の初代党首に選出された。2006年1月の総選挙で勝利し、少数与党ながら政権の座に就いた。2008年10月の総選挙では議席数を伸ばし、第1党の座を維持したが過半数を確保することはできず、引き続き少数与党として政権を運営することとなった。カナダ自由党政権時代にイラク戦争やミサイル防衛をめぐって、 ぎくしゃくしがちだった、対米関係の改善を標榜し、ブッシュ政権との関係を大幅に改善した。財政状況が苦しい中、景気刺激策のため法人税減税を表明したことや、また、アメリカより購入する戦闘機が高額なことが、野党の反発を招き、2011年3月25日に、不信任案を可決された。これに対し、ハーパー首相は、 翌26日に会員を解散5月2日に総選挙が行われることになった。総選挙では与党保守党は大方の予想に反し過半数155議席を大きく上回る議席を獲得した。2012年3月24日から26日にかけて来日し25日には野田義彦首相と会談した安全保障分野や貿易について 意見交換を行った。経済連携協定締結に向けた交渉に入ることで合意した。2015年10月19日に投開票された総選挙では、ジャスティン・トルドー率いるカナダ自由党に大敗を喫し、3期9年半に及んだ政権は幕を下ろした。2007年、ドイツイコールフォア・ポンメルン州ハイリゲンダムでの 第33回主要国首脳会議にて2008年6月11日に、カナダ国内の先住民への同化政策をはじめとする、数々の差別、抑圧を謝罪し、二度とあってはならない歴史であると述べた。ありがとうございます。